上位では戦えてたんですけど、それがいっぱいいっぱいだったので、本当なんか優勝争いをしてその順位っていうよりも、そこの順位しか無理っていう感じだったので、それがまあちょっとずつ、まあ、噛み合ったら結構優勝争いできるっていうふうにはなれたら、ちょっと希望が出てきたのかなっていう感じですね。まあ、初めて来たコースなんですけど、結構やっぱアップダウンがすごくあって、結構体力のいるコースかなっていうふうにはやっぱ一番はそこでしたね。フェアウェイが狭くてグリーンもそんなに大きくはないんですけど、まあラフがやっぱちょっとフェアウェイ狭いのにラフがちょっと深いので、でもその辺がやっぱりグリーンを止めていくにはちょっとラフはきついかなって思うので、より一層フェアウェイがどんどん狭く見えてる感じではあります。やっぱりインコースは比較的全ホール難しくて、特にまあ16のショートと18のミドルは特に難しかったなっていうのは練習ラウンドでは感じました。メジャーっていうすごい大きな試合で連覇っていうのは、本当もうメジャーを勝つっていうだけでもすごく難しいので。ちなみに達成すると45年ぶりだそうですはい、まあ狙ってできるものではないと思うんですけど、でも狙えるだけ狙っていきたいなと思います。なるべく耐えられるところは耐えて、伸ばせるところは伸ばして、まあ、最終的に優勝争いできていればいいかなって思うので、それ目指して頑張りたいなと思います。